はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、愛知県本宮さんのファッションチェックですね。はい、第1弾となっております。はい。あのね、本当にね、告知をしたおかげかね、たくさんの方ですね、一群持ってきてくれました。ありがとうございます。はい。じゃあまあね、何人撮ったかもわからないしね、全何ペンになるかわからないんですけどもね。はい。まあまあ、まあ、とりあえず第1回始めてみたいと思います。まあそんな感じで、愛知県本宮さんのファッションチェック、行ってみよう。はい、ファッションチェックしますんで、はい、よかったら来てください。すげえ並んでくれてますね。ありがとうございます。はい、愛知県のね、初のファッションチェックですね。はい、まず、まあ、最初女性の方です。はい、まあ、そんな感じで、はい、じゃんって方で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日はソロで来られたんですか？あ、仲間と来てますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、はい、チェックさせていただきます。はい、まず帽子は、はい、ワークマンで、あ、ワークマンなんですね。はい、あ、可愛らしい感じの帽子ですね。安い、お安いんじゃないですか？安いです、ね、1000円ぐらい、1000円ぐらいの、はい、あります。で、ダウンはこれユニクロの、あ、はい、ウルトラライトダウンの、はい、フード付きのやつですね。あ、はい、あ、白を、上半身は白を基調にした感じで、はい、ザック行きましょうか。はい、ザックは、あ、出ました。ハードウェアのスクランブラー。あ、スクランブラー。はい、25。あ、はいはい、はい。あ、どの辺が使いやすいですか？この辺が軽いんですよ、結構。はいはいはい。なので、あとなんか縦にシュッとしてるから、あんまりなんかこう、かぶられないんですよ。あ、本当ですね。あ、そうですよね。また白だからすごい、あれですよね。合わせやすいですね。合わせやすそうな感じしますね。はい。で、このフリースはどこのやつなんですか？はい。マムートの、はい、なんかゴブリンなんとかジャケット。ゴブリンなんとかジャケット。あ、テロップ入れておきます。はい。お願いします。ほんで、その下はなんです。結構着込んでますね、今日。寒がりで。はいはいはい。これは、ノースフェイスの、はい、エクスペディショングリッドフリースって、なんかオクタを使ってる。あ、そうなんですか。商品で今年なんか初、はい、なんか今年からなんか デザインっていうか、 なんか変わったらしくて仕様が、はいはい、でそれでオクタを使ってて、あ、そうなんです。ちょ、裏見してもらっていいですか？裏、はい、あ、本当にオクタ使ってる。はい、すごいね。そう、あ、こういう感じで、はい、フリーズの感じでオクタ使ってるんですね。そうです、そうです。はい、いいですよね、オクタ。めちゃくちゃいいです ね、 ね、はい、これ良かったです、ね、めっちゃ抜けますもんね。そうですね。へえ、はい。でベースレイヤーどこなんですか？ベースレイヤーはワークマンのメリノウール、はい、ワークマンのメリノウール。あ、いいですよね。はい、俺も持ってますけど。なんかメリの 100% ですね。1900円のやつですね。そうです、そうです。はいはい、いいですね。はい、で、あの、これがあれですね、あのフーディニの手のこと。あ、そうです、そうです。フーディニの、はい、パワーリストゲイターです。ゲイターですね。はい、はい、結構人気商品となっております。はい、ほんで次は、パンツはどこなんですか？モンベルです。はい、モンベルです。モンベルの、あ、ちょっと何かわかんないけ ど、モンベルのパンツですね。はい、カーキ色が素敵です。はい、で、あ、ドライレイヤー着てます？ドライレイヤー着てないです。着てないですか？そのメリノールだけ。あ、マジですか。ほんで、これはどこのやつなんですか？あ、これです。はい、これはアークテリクスの、はい、マンティス2かな。あ、そうですね。はい、です。あ、で、あとこれは、どこのやつですか？そう、メレルのカメレオンです。はい、あ、なるほど。あ、カメレオンですね。はい、カメレオン。色が鮮やかで素敵です。あのね、あの、山で、トランデキってどれぐらいなんですか？1年目です。あ、1年目ですか。あ、結構揃いましたね、ほんまに。そうですね、ね、結構いろいろ買っては捨ててを繰り返して。え、買っては捨てて繰り返してどういうことですか？なんか、はい、なんか、うん、買って、はい、なんか使ってみてダメだなと思ったら、はい、結構捨てちゃったり。あ、捨てるっていうか、まあ、売ったりとか。売ったりとかですね。はい、ああ、そうなんですね。なかなか厳しいから。お眼鏡にかなわんそうってことですね。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど。はい、あと失敗したこととかあります？登山とかになんか失敗したことは、はい、寒がりなんですけど、はい、結構汗かくので、はい、糖質性のいいものばっかり、はい、集めてたら、はい、寒くなっちゃって、ウィンドシールとか持ってないから、はいはい、風を、はいはい、そのシャットダウンするものがないから、ないから、あ、なるほど、すごい寒くなっちゃって、はいはい、で
そのユニクロのやつを急遽買って。あ、なるほどなるほど。寒さ対策で。あ、はい、あ、ゴアみたいなの持ってないですか。それ持ってない。あ、そうですか。ゴアいりますね、そしてね。なるほど、それ失敗ですね。わかりました。わかりました。じゃあなんか最後告知コーナーとかありますか。告知。いや、特にはないですね。ないですか。あ、はい、大丈夫大丈夫です。あ、わかりました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあそんな感じでね、いきます。まあ、どんどんいきましょう。はい、まずまずじゃんと開けて、 ありがとうございます。はい、お待たせしました。はい、じゃあ上に順番にやっていきましょう。はい、上どこですか。コロンビアの帽子です。はい、あ、帽子ですね。ここ 耳、はい、耳が隠せて。そうですね、ちょっと今日妻が来れなかったんですけども、はい、あの妻の帽子を代わりに持ってきました。はい、あ、なんかすごいすごいあれですね。愛のある話です。愛のある話ですね。わかりました。ほんで、次は、これはザックは、あ、ミレーのハナン40。これはどんなとこが使いやすいですか。そうですね、あの裏が、はい、はい、すごい メッシュになってて、はい、汗をあんまりかきにくい。こっちの裏ですね。そうです、背中の方が、はい、あ、ここが、あ、本当だ本当だ。なんか汗をよくかくんで通気性が良くなってるんですね。そうですね。なるほどなるほど、わかりました。で、次は、あ、これなんかごっついですね、このボディーワーク。あ、はい、はい、カメラが入ってるんで。あ、なるほどね、いいカメラが入ってるんで大きいやつが出まして。で、次コロンビアのこのシェルめっちゃおしゃれじゃないですか。これセカンドフルジャケットっていう、はいはい、ハードシェルですね。オムニテックのやつで、すごいカラフルで、なんか他のブランドにないコロンビアらしさを感じて素敵な感じになってますね。で、次この中はどこのやつなんですかね。中は、あのポータローさんの YouTube で見て買いました、はい、スペースのバーサ、はい、マイクロジャケット、はいはい、どうですかこれは。最初ちょっと毛玉っていうか、はいはい、あの毛抜けがすごい、毛抜けがすごいです。毛抜けがすごい、落ち着くんですよ。毛抜けがすごくて落ち着くんですよね、これね。デザインが気に入ってるんで。あ、色目がね、全く一緒のやつです。色目すごい可愛いですよね。はい、いいですね。参考にさせてもらいます。で、次、あの中ベースは、はい、あ、この中なんですか、これは。スポーツレポ、はい、レポのシャツ、まあ、シャツなんですけど、はい、ビームスとコラボした。あ、そうなんですか。あ、このオレンジがビームスね、らしさがあってね。はいはいはい。で、その下はどこですか。その下は、トーアの編み編み。あ、トーアですね。はいはいはい。なるほど。あ、ベースレイヤーがシャツをベースレイヤー代わりにしてる感じですね。そうですね。はは、寒ないですか、大丈夫ですか。あの、一応、はい、あのインナーダウンもリュックの中に入ってるので、なるほどね、寒くなったらそれを着る。着るって感じですね。わかりました。あと次ですね、このパンツはどこですかね。パンツはすごい安いんですけど、はい、あのワークマンの1900円くらいなんです。あ、なるほど、こんなおしゃれなやつなんですね。ワークマン、わからんな、もう超おしゃれやな。わかりました。で、靴は結構低山種類。そうですね、トレラン用なんですけど、はい、サロンのレディースなんですけど、はい、足がちっちゃいんで、これで買いでした。なるほどね、わかりました。じゃあそんな感じですかね。じゃあ最後、山の財布ってありますかね。はい、これもちょっとコロンビアで。あ、はい、コロンビアがお好きなんです ね。 そうですね。コロンビア何点盛りやな。1、2、3、4、4点盛り。あ、ありました。コロンビア、まあ、可愛くて安いんで、はい、気に入って 使ってます。なるほど、わかりました。では登山歴はどれぐらいですか。あ、半年。半年ですか。はい、夏に始めました。あ、そうなんですね。あ、じゃあ初めての冬ってことで。そうですよね。はい、ね、いつも勉強させてもらいます。ありがとうございます。ではそんな感じ、最後告知コーナーなんですけど、なんか告知はちょっと私からは特にないんですけれども、はい、あのいつも孝太郎さんの YouTube 楽しみに見させてもらってます、はい、今後もよろしくお願いします。 ありがとうございます。勉強させてください。 ありがとうございました。次ですね、もう下山したんですけどね、あの一応僕のね、あの大学の時にね、あの働いてたのはパスタ屋のねバイトの先輩ですね。はい、もう未だにね進行があるってことで、ね、今日もねここまで送ってもらったんですよ、ほんまにね、ありがとうございますってことでね、ちょっとファッションチェックさせていただきます。はい、そんな感じで、ジャンルわけで、ありがとうございます。まさか名前ですか。あ、なんですか、渡辺さんがね、渡辺さんをファッションチェックする時が来るとは思わなかったですよ、本当にね。いやー、びっくりですね。はい、もう 何年ぐらいですか、渡辺さんと。俺もう20、あれ、俺21ぐらいに、あ、え、22か、22に入ったから、あ、もう22年ですね。え、すごい長いじゃないですか、ほんまにね。
じゃあそういうことでありがとうございましたじゃあちょっと突っ込んでくださいそこありがとうございましたということですちょっと待て待てで、あ、すみません、あ、そういうことそういうことなんですね、もういいっす、そこはもうカットしますね、あ、じゃあそういうことで、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、まず帽子ですね、はい、はい、あ、これ、あ、チャムスのチャムスコーデュロイの、あ、なんかあ珍しいですね、山でこれ、うん、ね、このツバ短めがちょっとすごいおしゃれな感じでいいじゃないですかね、ほんまに多分キャンプ用の帽子じゃないかな、キャンプ用のやつなんですね、多分ね、はい、分かりました、分かんないですけど、次ザック行きましょうか、あ、これ、おお、めちゃくちゃ撥水してるじゃないですか、これ山と道のツリーがめちゃくちゃ撥水しますね、雨で、X パックのやつで、これ使いやすいポイントは何かありますか、いや、別になんかでも普段使いもできるかなっていう、ああ、なるほどですね、うん、今のまとめ地3ですね、あ、色がちょうどね何にでも合わせそうな感じが、 それ狙いで、あ、狙いで、はい、いいですね、次に、はい、この上ですね、上は、あ、これ、あ、これしましょうか、これ、はい、これなんですか、昨日買ったばっかりの、昨日後日で買ったやつです、買ったばかりの、即使いましたね、即戦力で、そうですね、うん、どうでしたか、今日ここに使いやすいですね、あ、いいですね、はい、ノースフェイスのあれ、はい、これは、あ、これ、最初だいぶ10年前からも出るやつじゃないですか、ぐらいになるかな、山とね、あれ山始めた時にこれ買っとってよかったって、ね、そう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 、サミットサミットこれはこう、はい、激しく使ってますね、あ、クロシェル、クロシェル、あ、全然、え、10年ぐらい使ってるの、全然、全然大丈夫ですか、あ、すごい丈夫ですね、丈夫ですよ、うん、プライベートも使ってる感じですか、プライベート全然使ってます、あ、ガチガチ使ってもガスガス使って、あ、じゃあ次行きましょうか、安心しますこれでも登山用じゃないんですけど、はい、プリマロフトの、あ、ちょ、登山でも使えますよ、プリマロフトの、ね、の何ですか、これは、これ何ですかね、これ どこのやつ、これフリークスストアで買ったんですよ、あ、そうなんですか、うんうんうん、コート買った時に中についてたインナーです、あ、そうなんですね、うん、プリマロフトの、なんだろう、ブランドわかんない、ダウンベスト、成分表示、成分表示、成分、技術表示やろ、技術表示、すみません、言葉を知らなくてこれなんですか、見える、え、フリークストアって書いてますね、オリジナルのプリマルフトのベスト、あ、なるほど、山でも、あ、町でも山でも使えそうですね、使えますね、ガンガン、はい、はい、で、これがこれはね、ノースフェイスで買ったんですけど、はい、なんか何ですか、これ M なんとか、フリース、スウェット、なんか結局消臭とか多分再生繊維使ってるんです、あ、なるほどですね、はいはい、MP なんとか、へー、あ、ね、この下はなんですか、これは、はい、弊社の製品のハンダル、あ、おしゃれな T シャツです、 T シャツですね、うん、おしゃれですね、これすごい、これ次、これパンツいいパンツじゃないですか、これね、はい、パンツどこのやつ、パンツはバーグハウス、バーグハウスね、うん、これあの厚刈りの人にの冬用パンツとしては最適ですよね、これはいいですね、ウールでここが空いてるんですよね、すごくね、すごい空いてますね、すごく開いてて、ここが開いてんで、マジックテープでやってて、なんかこのミカポッカみたいな感じですごいおしゃれ感がありますよね、はい、これね、すごい僕は厚刈りの人は名作の、冬の低山では名作と思ってたんですけどね、もうおしゃれですよね、すごい廃盤になってますよね、これね廃盤っていうかバーグハウス自体もやってないですけど、すごい素敵なウェアですね、次は、靴はダナーライトですね、ダナーライト、はい、ああ懐かしいですね、はい、これいくらしましたいくらですか、はい、6万です、6万ですか、今値段がありましたね、ほんまにあの僕の知ってるダナーライトは3万8000円から10年ぐらいです、めっちゃショックな顔してましたけど、そんな高いですか、4万4000円ぐらいかな、でもダナーライトでもちょっとそういうのも、うん、ああそうなんですね、もう全然履きやすいですよ、登山でもね、全然いけますね、街でも子供の登山用のやつなんでね、うん、ゴアテックスの、うん、7はあのゴアテックスを初めて採用した靴なんでね、そうなんですよね、はい、あ、なるほど、ね、なかなか名品ですね、はい、あ、はい、ビブラもそうです、ビブラもそうですね、もちろんビブラですね、はい、っていう感じですね、はい、わ、はい、かりました、じゃあ、山で失敗した話はい、下山があれだ、出発が遅すぎて、はい、下山で真っ暗になっちゃう、それ俺じゃないですか俺のエナさんじゃないですか、それエナさんも私常年だけ、あ、常年もね、常年も出発遅かったっけな、まあ、常年はただ長かっただけだ、長かった、ただ長かった、エナさんが僕ら行って最初高速間違えてもうて
で出発遅れて最後ギリギリで、はいはい、最後ゴールの時にこの人当時好きやった女の子の、ね、名前を叫ぶっていうエイドリアンシステムですね。何か達成した時にこうあの女の子の名前を呼ぶエイドリアンシステムを採用した人ですね。はい、わかりました、はい、こんな感じで、はいはい、告知はありません。婚活は大丈夫です。大丈夫です した方がいいんじゃないですか。婚活大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあこっちないしことで、はい、わかりました。じゃあありがとうございました。ありがとうございます、はいはい、ですね。そういうわけで、あの、鬼滅の刃のね、コスプレをされている方がいらっしゃいましたね。ちょっと、このために来ていただきまして、ありがとうございますね。途中でね、すごい雪が降ったんで、ちょっと撤退して、今ちょっと、ウォーキングセンターで飛ばしてもらってます。はい、まあそんな感じで。じゃんってわけで、はい。ちょっと相撲シーン。ありがとうございます。すいません、僕あの、鬼滅の知識ゼロなんですよ。説明してもらっていいですか、すいません。説明。はい、説明は、はい、まあ、ちょっと猪之助っていうキャラクターが、はい、もうちょっとイケイケなキャラクターで、そうなんですね、まあ、そのちょっと相撲神っていう、はい、まあ、4文字単語を言うんですね。すみません、なんか猪之助にそんな説明させたらダメだと思うんですよ。世界観台無しで本人がそれを説明するって、すみません。じゃあファッションチェックでどうしたの。これ全部登山のやつにしてるんですか。これは、はい、登山、いや、のイノシシの毛をこう、はい、使って。あ、本物ですか。本物ですよ。あ、すごいですね。イノシシを、はい、刀で、はい、こうちょっとやっちゃって、はい、でそれで殺して、はい、やったってことですね。で、はい、で作りましたね。あ、すごいですね。はい、怖えな、よく見たら。マジマジと見たらすげえ怖えな。わかりました。ほんで、で、まあ、素肌でね。素肌でね、うん。いや、筋肉でしょ、これ。もちろん。筋肉っすよね。だから、ファッションチェック、これ筋肉だから、これ置いといて、はい。で、はい、うん、うん。これ、ウールなんですか。ウールですね。え、これ、それ用に買ったんですか。これもイノシシの毛を。あ、使ったんですか。あ、ほんまほんまは、なんかね、これ、コスプレ用のやつなんですね。あ、でもよくそれ登山しましたね。そうですね。猪之助スンとつけてるんですか。すみません。大丈夫。そこはやめておきましょう。ほんで、黒、パンツのとこなんですか。パンツもこれも、コスプレの、どこかわかんないコスプレの。あ、コスプレのやつなんですね。あ、そうです。全部コスプレ。あ、これ靴はどこのやつなんですか。これはあの、わらあちですね。わらあちなんですね、うん。すごいですね。あの、はい、ビブラムソール。ソールのやつですね。そうですね。登山用のやつ。あ、でもこれちゃんと世界観ね。そうそう、世界観です。あれ、これ、でも実際ポリエステルなんですか。大丈夫なんですか、ポリエステル。実際はポリエステルです。あ、そうなんですね。あ、じゃあ登山に使えるってことですね。登山を使える。登山に、皆さんあれコスプレ、これ写して大丈夫ですか。よくポリエステル。皆さんポリエステルなんですね。はい、そうですね。わかりました。じゃあ、なんかあの最後、告知コーナーってありますか。はい、自分たちあの鬼滅隊というグループを、はい、に入ってて、はい、まあ、その鬼滅隊っていうのは、まあ、はい、なんですか、自分たちでこういう格好をして活動して、はい、自分たちで楽しみながら、まあ、活動して、はい、すれ違う人もいるじゃないですか、はい、出会う人も、はい、その人も、まあ、楽しめるような活動、はい、あ、なるほどですね。で、まあ、みんなでワイワイと盛り上げて、はい、あと特に登山を中心に活動してます、はいはい、あ、なるほどですね、はい、分かりました。またあのその鬼滅隊っていうの、はい、隊長がいまして、はい、隊長の、まあ、インスタを見てくれれば、はい、自分たちの活動もよく分かるということで。分かりました。ちょっとまたインスタの DM 送ってもらえたらと思いますので、はい、あ、僕のインスタの DM に何かその、あ、そうですね、送ってもらえたら送りますんで、はい、じゃあまたあの概要欄貼っておきますんで、お願いします。はい、ちょっとすいません、皆さんありがとうございました。本当にせっかく来ていただきまして、はい、ありがとうございますということですね。はい、わかりました。あ、これ打っちゃダメじゃん。これ大丈夫です。これ大丈夫です。これ見たらいけないもんちゃうんですか。僕はそんな大丈夫ですか。大丈夫ですか。そんなハードル高くしてない。大丈夫ですか。わかりました。じゃあそんな感じでご協力ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、第1回のファッションチェック終わりました。たくさんの方来ていただきましてありがとうございます。はい、でね、あの鬼滅隊の方々ですね、最後の最後でちょっとああいう感じで、ね、吹雪になってね、ちょっと撮影できなくて、下でね、待ってギリギリお会いしまして、撮らせていただきましたね。はい、ちょっとね、あんまり鬼滅の刃の知識があんまりなかったんでね、まあ、次ね、なんかその方とお話、代表の方とお話したんですけども、次ですね、ちゃんとね、漫画を読んでね、実際にね、濃いね、絡みができたらと思いますんでね、また次来ていただけるかもしれないんでね、その時は楽しみにしていただけたらと思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。